グラム、グラムかな、はい、あ、違いました犬のダリアです。ダリアです、どうも。いや、S ランクと S ランクって舐めてんだこれ大変遅れて申し訳ありませんけど、はい、今更だとは思うんですけども、僕らもちょっとダリア使ってみたをね、はい、あの、営みゼロでやっていこうかなと。いや、そうだと思います。はい、反射バランス要請、はい、ラビティが飛行アンチダメージオールにゲージで SS 短縮とダッシュもついてる。ダッシュついてる。で SS が白爆発 SS25 ターンの5ターン、うん、で友情が投げ洗いに調教次元山、はいはいはい、ここ今いきなりあいつやってくるのにね、調教次元山で。そうですね、あの上のやつ、爆発やつ。基本的になんか最初にそいつヒットしそうですよね、うん、これはこれダッシュついてますかね。短縮もいきますからね。短縮でかいよな、白バック。短縮でこの SS って普通にやってますよね、うん、性能普通に、はい、性能はおかしいですよ、ね、強いからね。性能は強いんだよね。やばい、ただ現実1体しかいけるところもすごい多いけど上位がいる。そう、まあただ他がね、やっぱりそこで特化してるやつが多いですね。から優先してっていうのは、うん、あまり使われないのかもしれないけど、まあでも悪くないんだよな。手持ちいない人はこれやばいんじゃないかな。超めっちゃ重宝しますよね。ナイス。ワンワンのにね、珍しいっすよね、うん、これなんかちょっと舐めらんない性能してんだよな、本当に。なんかふとどっかへハマってきそうですよね。次の記号絶とかあったりすんのかな。ワルプルとかも適正になってるから、ね、うん、そうなったらね、なんかないっすよね。エンマテンブロックとかにね、なんか今でマイスイブロックかやつ、うん、もう言ってまあ確かにね、多くは なくのは うん、ないかな。少なくないってことはもうないかもしれないけど、うん、そこの枠が非属性もね。そうですね、まあただ全然いいんじゃないかな、うん、いやでも友情はだってどっちも強いじゃないですか。友情が強い、うん、友情は強い。投げ払いの場所は選びますけどね、次元山遠く攻撃るし一中だし、こことかすげえ近くも遠くも助かる気がしますね。次元山で両方とりあえずやってくれるんじゃないですか。ナイス、うん、こういうとこなんかいいですね、うん、一番最初にやらなきゃいけないヒットポイント低いやつがいないですよね。まあそれ次元山全部にいるかもしれないけど、十分すぎるなぁ。でそのまあ攻撃力は D ショット込みでも2万8000ちょっとで高いんですよね。ギリギリ、うん、3万いってないけど、うん、なんか別に満足なんじゃないかな、うん、これダッシュついてて飛行ってとこぐらいですか。あとはまあちょっとね、うん、確かに回収はできないからあれかもしれないですけど、でもそんなになんかそれが嫌だってこともあれはないからな、うん、早いんだけどねマジ早い。やっぱパワーがしないダッシュは普通に早いですね。単純にやっぱ火力になるよ ね、光とかを見ててやっぱ思うけど、光はもうね、これとかもなんかやばそうですけどね。ちょっとあっち入りたい。うん、投げ払いは強い、十分強いで、まあ、ジロバック SS もね文句ない、うん、強い SS ですね。なんでクレパトの反射なんですよね。そうだね、確かに。この SS はほんと強いかな。強いっすね。この SS はマジで文句ないっすね、白バック SS。 あとあれか、めちゃ待って、いうか弁財天進化か。あ、そうだそうだ、弁財天進化がそうっすね。あの辺強いもんね、普通にもう打てるからね。ちょっとじゃあどうかな、次ありそう、開幕がどっかで。いいよ、いい短縮もう2段階目になっちゃう俺。次中ボスなんでいいですね、ちょうどこれいいね、うん、これちょっとあ、短縮だ、いけるか、うん、OK、 もう十分感あるね。適正でなんか本当に機能なんか難しいところが期待したらもう本当にこれ強そう、うん、ここ超いいですね。これあダメージはダメですね。 OK、 OK です。靴やばないですか。靴やばいダッシュもついてくる。うわやばいね、それ楽しみだな。いいね、いい、オッケー。2段階目はい打ちます。これは見物当たるだけで抜け
るか。ちょっと抜けるか。最初から意外となんか早いと思ったけど早くない。これでも2段になってますね。え、強っ強っこれ1段階ですもん。1段階目でこれですね。で、まあ十何ターンで打ててるわけなんで短縮してるんで、やっぱ白枠目では話してねえな。普通の目でこれまたボスそうだね。ボス戦で打てるよね。しかもね、短縮入れれば確かに打てますもんね、うん、中ボスで打ってボス戦来ました。はい、最終とかでギリ打てるか打てないかっすね。当たれるかとりあえず。中にこことかもな、意外に左右ね、ギリギリ、なんか下手すると詰んでる時とかあるけど、次元座はとりあえず両方持ってってくるんじゃないですか。いや、1体で持っていくのか。1体で両方持っていけんのか、これそれいいな。あいつも HP 低いとはいえど、自分も1体だけかと思ってた今、うん、OK、ダリアス。まあこれは狂っちゃいますけど、確かに、これじゃ逆に1体で良かったのか。次元座楽しみだな、これ。いや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 、まあ今ちょっと小次郎もたまに小次郎ね割と入ってたかもしれないですけどね、あの次元山のね、うん、斜めの特有の飛び、うん、やっぱ弱点の逆だとこうなっちゃうんですね。泣き払いが微妙なんですよね、意外とね。泣き払いね、うん、強く感じるけど強くないみたいなところ多いですよね。強いかと思いきや狙いはやっぱちょっと範囲がやっぱりね、うん、本当に今にしては狭いのかもしれない。なのに結構最近ボンゴつけられますよね。つけられるよね。だからつけても大丈夫な友情なんでしょうね、うん、本当に弱点入ると強いっていう印象はあるけど、ね、近距離ですよね。短距離とかと一緒ですよね。短距離とか敵が多かったりするじゃん。こことか敵少ないから打ちたくないな。最終で言うとこかな。あ、そうだ調教投げ払いとかきそうだけど、確かに攻撃はありますもんね。攻撃誰だっけ、誰か、あいつかな、あいつ、あの貴族船のあいつ攻撃当たったかな、あいつ違うか、あ、ワルキューレ、ワルキューレ、そうワルキューレ、ジャッキー止まるんですよ、ジャッキー、そうだ、はい、誰かいた気がする、誰だっけ、なんかいましたよ、ちょっとテロップで、もしかしたら出てるかもしれない、むしろいないかもしれない、むしろいないかもしれない、攻撃、バランス、スピードしかいないかもな、うん、OK、あ、超良くない位置、まあいい位置か。次当てるのにおいて開幕で打ちたいですね。開幕打ちたいね。あのバフムって何ですか。オッケー。いや、これいい調整なんじゃないか。倒せないし、打っても倒せない、倒せない。うまい、うわ、倒した、強い強いまあでも自分ちょっとあれですね、なんか適当に考えします、はい、2段階目はもうやばそうだな。一応2段階目の白枠威力が37万5000なんですね。これむずいな、見物っすね。でもうまく確かに、ね、抜けれなさそうじゃなさそう。靴あそこだもんな。そうだったよ。いや、十分すぎだわ十分すぎるわ、この火力。これマジ便利っすね。これは火力も出て、別に保証リーもやっぱできるのは本当このメト強いよな。ずるいっすね、これ本当このメト強い。いや、いい次元座、めっちゃいい次元座。これ右下っこい、右下ターン、ナイス。そういや、強いんだけど、ヒットポイント多いからなんか強ってなんないんだよね。でもあの短さでちゃんと60万出てたから、うん、68万出てました、うん、十分ですね、本当にね。十分だと思う。前の犬とか比べるとね、比べるとやっぱりこれは普通にキャラなかったら使う、うん、うん、使うね、使う、これは使うね。ダリアか、まさかの。なんか来そうっすね、ふと来そう、うん、ふと来そうっすね。
いやでも十分なんじゃないかな、ダリア。なんか他社とかで使えるとこでは使えそうですけどね、十分で。他社とかだと、うん、結構他のね、配信者さんとかは使われてましたけど、あ、うん、使えるとこ多そう。29とかも強そうだしね。39とか。あ、39か、うん、あ、29もそうか。39、29か。重複しますからね、白ばっかりですね。いけるとこはやっぱね、多いと思います。うん、多いですね。さすが、地雷対応、ダメ対応。平気でダブアビに対してなんかプラスで短縮とかもついてくるようになりましたよね。ね、もうそこなんだよな。これダッシュなくても言えばいいじゃないですか。うん、うん、普通につけてきますよね。これ本当なダッシュじゃなくても、まあ、犬だからかな。うん、まあ犬はダッシュですもんね。うん、23391ってなんか意味があんのかな。どっちも一緒って珍しくない？ HP と動き力。本当だ。え、なんかあんのかな。ミササクイ犬なんかこれなんか意味ありそうですね。知ってる人いたらぜひコメントなんで。なんかあんのかな。ちょっと23391犬でグーって言いますね。うん、え、これ絶対だって意図してるでしょ、何かを。犬の平均サイズ。あ、そうなの。いや、わかんないです。確かにこの犬の平均サイズ違うっぽいですね、しかも。グラムかな、はい、あ、違いました。犬の犬のなんかこれ斜め型、犬の入れ歯の模型が、平均の販売価格が 23,391 円みたいですね。ダリアって調べてみます。23391。そうだね、なんかもう言われてるのかもしれないですね。僕らはちょっと気づいてないだけで。ああ、それはあるかもね。23391、はい、ですね。23391ダリアにするとダリアモンスゴエクっていうゲームに出てきますね。あらし。というわけなんで、まあ、ここでも使いましたとか、あそこでもね、良かったですと、多分かなりあると思いますので、うん、皆さんぜひね、はい、コメント欄でも共有よろしくお願いします。まあでも本当に意外になんかダリア、ツイッターとか見てると好きな人が多いんだなっていうのは結構思ったりするんで、うんうん、そうですね、うん、いいんだしね。本当に良かったりしてたんで、ちゃんとよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと本当に、ね、今回ちょっと夏休みの、せいでちょっとずれ込んでしまって使ってみたら今更にはなるんですけど、本当に、はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今回もゲームラジオ1から送りました。ちょっと大変でした。失礼しました。ご視聴ありがとうございました。